どうもおはようからこんばんは、殿でござる。そして皆様、2017年明けましておめでとうございます。2017年一発目の投稿といいますか、信長の野望は何をするかと言いますと、この福島正則、この府中の輩に天誅を下してくれるわ。ちなみに堀尾家、こちらは連合に、加えていたのと、あとは従属させております。従属する勢力って結構増えまして、もちろんね、この豊臣に味方をするならば、どんどん取り込んでいって徳川を孤立させていきますよ。関東連合の方も順調に、なんとか勢力は保っているところですが、まずは福島正則倒す前に、こちらこの箕輪城、この坂井家、どうやら徳川に攻められている様子なので、我々こちらこの北足なのかなの軍勢を使って援軍に向かっております。いや、この2017年もこの信長の野望の創造の実況、どんどん続けていくので、皆さんよろしくお願いいたします。というわけで、徳川家残り兵力13万ぐらいか。で、豊臣は19万。これでも全然我々が優勢な状況。なんたってここら辺のね、細かい勢力がいっぱいいるんで、なんとか関東は抑えられているかなとは思うんですよね。とりあえずまず福島を攻めるにあたって軍勢は出しております。で、この辺にはね、武将をもう一回、一人ずつぐらい、振り分けていっています。で、私はね、もともと阿波の国を持っていたので、私を中心に軍を編成して福島を倒していきましょう。次のターンあたりに毛利と同盟を組むか、連合に加えるかはしていきます。さて、では、この殿が福島正則に引導を渡してくれよう、9000の大軍を率いてやっていきますよ。あとはね、吉重、家政、そして官兵衛、あとは豊国、そして又兵衛、君たちは俺に続け。それで福島正則に引導を渡してくれるわ。彼らがね、こうやってこの辺まで向かうまで時間はあるので、じゃあその間何をするかと言いますと、こちら、この箕輪救援。ちなみにこの箕輪救援、なんと大合戦ができます。周辺の部隊を巻き込んである、1万3000対1万1000ぐらい、なかなかいい勝負ではあるが、私にはあの男がいる。さあ、大合戦だ。相手は徳川家光、さらには松平忠利、あとは光力、そして保科。この4部隊ぐらいしかいないな。こっちは、大将はね、大したことはない、大したことはないというと失礼ですけども、山口さんで奥平、さらには豊臣寿さんかな。結構従属させたんで、養生いっぱい抱え込んで、また大阪城がかつての信長の野望の創造のパワーアップキットかな、あの北条編みたいな感じでハーレム状態にはなっているが、だがね、パッとしないように見える我が軍、あの男がいる、この真田幸せ村彼がいるんですよね。その沼田から出っ張ってきたんで、大合戦すると巻き込んでしまうという、ただ様子を見に来ただけなのに、この大合戦の主力として使わせてもらう、すまんな日の本一の強者よ。まずは前進しよう。さあ、雪村君はどういう風に動く？黒人衆は相変わらず突っ込んでいくな勇ましいのはいいことですけれどもね。とりあえず我々はこの3部隊で核翼の陣を敷きたいが、できれば雪村君の援護をしながらこの戦場を駆け抜けていきたい。さあ、雪村、またよろしく頼むぞ。星田くんが神速で雪村に突っ込んでくる。我々は彼をおとりじゃない彼を中心に、おや、どちらも神速で突っ込んでくるか、愚かなり。さあ、雪村くん、よろしく頼みますよ。あと残っている部隊、3部隊いるんですね。松平はそっちに来る、交代しよう。承知しました。さすが、まだまだ健在の様子むちゃくちゃ強いな。この部隊は用心か、
守備力を上げながら交代しよう。お任せください。で代わりに山口さん、まあ我々の総大将ちょっと前に出そう。山口さん底力吸収統合、こっちは新速と臨戦吸収か。おお、奥義戦を持っていらっしゃる、素晴らしい。雪村はどういう風に動くんだろうな。松平忠俊はどうやら動かない。豊臣さんはちょっと警戒しよう。で吸収、先導したのがアダとなったな。まだまだ我々は先鋒を残している。そして時の声、これで決める。かしこまりました。お、信忠、君のおじさんもいらっしゃいますよ。バカな光力さんが我が背後を取っている。雪村、それは危なくはないか。すごい回り込んできたね光力さん。さすが君の多分親父だろうけど結構優秀ですからね。逆に雪村が若干厳しいようには見える。ならば石川、急襲で敵の側面を突こう。相手は我が総大将狙いか。残る部隊が後ろを向いているのはかなり危ないと見える。山口、交代しよう。かしこまりました。あと特に使える戦法はない。時の声も今は意味はないかな。まあ光力さんは倒せそうだ。残る部隊、この松平そして家光、どこから攻めてくるか。よし、では陣形立て直そう。お任せください。かしこまりました。続きなさい。お、様子を見ていた松平さんが来た。多分我が総大将に突っ込んでくる。ならば奥平、盾となれ。多分どうせまた側面ついてくるでしょう家光さんとんでもない策を使ってくるな。さあ幸せ村さんは張り切っていらっしゃる。足止めをして注意を引きつけようとしているのか。だがその背後を狙わせていただこう。敵は若干後ろに下がっている。あと家光が1000人ぐらいの部隊でいるんですね。山口さん孤立しているからな。ちょっと味方と合流しよう。雪村もだいぶ、あ、そんなところに来るの飛んで火にいる家光なるほど、大将同士の戦いを望んでいると。よかろう、ならばお相手いたす。相変わらず自分の終わりの、なんだろう、指揮っていうほどではないんですけども悟っていらっしゃる様子。ならば貴様にとどめを刺してやろう。よし、美濃和城防衛成功。お、智将と敏腕、さらにはなんか辞書をもらったぞ。すまんな家光。さ、残る軍は撤退だ。雪村も助かった。で、西の部隊、順調に兵は集まってきているな。おや、太田さん病、吉重も病、吉重、これからですよ。表情を始めましょう。よう、東堂、先月の終始です。いや、君の大筒陣地がないと福島攻めはね、そこまで簡単にはいかない。あ、毛利を連合に加えられる、素晴らしい。この秀成のね、武男を味方に加えることにはなるが、他に連合誘えはしないか。いろいろね、東北の方にも外交しているんですけれどもね、できればね、山内はね、この長宗我部に倒してほしいなっていう気持ちがあって、あえて連合には誘ってはいないんですよね。で見ると九州で唯一我が連合に、いや、かろうじてこの大村も残っているのか。あとはこの中川家、攻められている細川忠興か、
まあこの軍勢ならなんとか守れそうな感じはするが、まあ、とりあえず我々は次はこの福島家攻めかなに集中しましょう。さて福島攻めのために進軍している我々ですが、その前に福島がどうやらこの浮田が奪った日熊山、こちらを取り返そうとして軍勢を向かわせている様子。この浮田菊さんが守りをしているが、どうやら攻めているのは福島正則、そしてこの坂坂っていうのかな、半坂、広島城から来ているここか、坂崎、なるほどね、彼が攻めている様子。なかなかの部隊である。とりあえず我々は救援部隊差し向けながらこちら向かっているこの坂坂のユウさんかな、まあ彼女を迎撃しながらこのヒグマ山守って攻めに転じていきましょう。加勢いたす。おや、早く駆けつけたいかね。まあなんとか耐えろよ浮田。でも浮田やばそうだな。もう包囲状態に入るから、もうこの密縮艦兵ヒグマ山へ向かおう。できれば強撃したかったが残念だ。でこちらの私はならば広島城落とさせてもらおう。広島城って結構立派ですけれども、こう見るとそこまで、まあ、大したことはないんですね。まあ待て待て、落とすにはまだまだこらえてもらわねば困るぞ。結構ダメージ大きいね。勘弁、なんとか持ってくれよ。よし、援軍到着。おや、まあ走行しているうちにまた一月が経ってしまう。いや、山道はなかなか歩くのが大変だ。お、松平忠直帰ってきました。忠誠大丈夫かな。勘弁君はおさり気味っていう風にね、ちょっと救援要請をしているみたいだが、まずは家宝。まあ忠誠はこんなものか。まあいい、茶碗でもやろう。ふむ、現状関東の方はあれ以上動きはない様子。ならば福島を倒した後は私の目の上の単行部であるこの前田家、まあ倒していこうとは考えています。で準備を整えてこの東海道をどんどん攻めていこうとは思いますよ。でできれば30カ国クリアを目指していきたいものだ。とりあえずはまずはこちら福島倒していかなければなるまい。耐えろよ勘兵衛。もうすぐ後ろから味方が来ている。山名豊国到着である。さすがに大合戦とかは無理ですからね。まあいいや、あ、1万対1万が結構いい勝負だな。よし、これで2万対1万に持ち込める。行くぞ。こっちは完全防御になる。味方の拠点はここか。ならば一旦こちらにこもろう。お任せください。正面が結構厳しいな。ふむ、相手は4部隊まとめて相手にするということですかね。勘兵衛もちょこっと食らっていますね。黒人衆もいるのか。まあこっちも黒人衆が160人でなんとか門は守ってくれている。で正面攻めているのがこの直森だけということは、残る部隊はこちらから来る。山田さんゆっくり来るね。ちょっと土地勘あるとは思うんですけれどもね。承知いたしました。もうすぐ門が突破される。だが最後の門まで来るにはまだ早い。来るならば正面から相手をしよう。とりあえず勘兵衛はこっちに交代しよう。もうすぐ門が破られる。そこは後藤又兵衛で防衛していこうではないか。我に続け。福島正則、やはりそちらから来たか。勘兵衛そっちを守ってくれ。あとは正面はこの後藤又兵衛が預かる。ほうならば私が挑発してやろう。そういうことだ。お互い乱戦強化だが、こちらには魚でがある。さらには追い打ち。
承知いたしました。山田さんはそうだな、用心。神戸は確か方向持ちなんですよね。ふん、なかなか厳しいかね。まだ敵部隊は残ってはいるが、どこにいる？やられたか。とりあえずこの正面は後藤又兵衛が守ろう。そろそろ七本槍使うのではないのかね。おや、使わないまま君は敗れ去るというのか。残念だったな、先導である。おや、下がっていくか、情けないな。ならば後藤又兵衛、回り込もう。回り込みながらこの辺に残っている 敵を蹴散らしていこう。私に続け。お、入れ替わるか。おい、また入れ替わるか。なかなか攻めあぐねている様子。ここには敵はいない。ならば背後から狙おう。承知いたしました。敵の退路は立つぞ。かかれ。君たち忙しいな。不甲斐ない。我に続け。ふん、残念だったな。そこには吸収かね。ならばさらに挑発。煽るに煽って魚で、さらには追い打ち。かしこまりました。残る部隊も撃って出よう。かしこまりました。お任せください。さあ覚悟しろ、福島正則。負けられません。よし、敵は全滅。よし、敵部隊は壊滅。我々は攻めに転じよう。神兵衛さんはこっちの山吹かな。そこそこ耐久は高い。ならば後藤又兵衛をつけよう。かしこまりました。残る山名さん。かしこまりました。あとは八塚家政は吉田郡山。承知いたしました。で、私と吉重はこのまま合戦して城を落としていこう。進め。さあ、私久々の戦ですよ。かしこまりました。私はそうだな、吉重と合流しよう。結構遠いですけれどもね。覚悟は良いか。お任せください。さあ、私も張り切っている吉重。ならば大津ちょっと距離があるかな。交代しよう。お任せください。微妙な判定ですよね、この大津って。かしこまりました。ここなら届くだろう。もうさすがに外すなよ。覚悟は良いか。よし、打ち込んでいる。縄文を破壊しました。あれ、意外と脆いね。耐久2000ぐらいだったっけな。かしこまりました。だが福島にこの我が力を見せつけるには大筒は欠かせぬ。吉重さん、病ではないか。続きなさい。逃げたければ逃げなさい。ほほ、やるな。ならば私はこの伊藤君かな。わざわざ側面から打って出る。ならば魚で規制崩す。弱体化させた上で釣りのぶせ。縄文を破壊しました。ここは引きます。よし、敵は全滅したが、まだまだ包囲状態ではないので、まあ攻め落とす必要はあるだろうな。かしこまりました。かしこまりました。さあ、では福島城落とさせてもらいますよ。もう忍びスキルを発揮しすぎですよ、私。城門を破壊しました。さあ、あとは本丸を落とすだけ。さあ、館に鉄砲打ちかけてくれよぞ。さあ、広島城陥落。なんか福島城って言いそうになるんですよね。よし、あとは残る部隊に任せよう。
まあ、兵糧縛りしている状態でも、まあ、兵糧はストックはあるんですけども結構心配ですからね。東は動かないか。さあ残る城は2つ。お、佐竹連合に加わったか。神兵衛君が随分突出しているな。まずは陣を破壊して一旦味方を合流させよう。お任せください。手が